さあ、ファイヤーオブがね、見つかったんで、ちょっとシャドウオブ、アーケインオブと一緒に使いたいなってね、思ってちょっとやってるんですけど、このシャドウオブを出すためには影を入れなくていけなくて、ファイヤーオブやるためには炎がいるんで、出ないです。もう4回ぐらいやってるんだけど。まあ、そもそも揃ってるかもわかんないんでね、このリロール習熟入れて対応してみてるんだけど、そこのシャドウオブね、まああれ、ね、アーケンオブと同じ感じで、もう飛び出していくんですけど、まあ、呪いね、与えて、で、まあ、火ダメ自体はそんなに高くないんで、コンフラとか入れてみたいなやつなんですけど、まあ、なんか、火力はね、打てるんじゃないかなと思うんだけど、画面がうるさいですね。で、これも前方であるんだね。多分ね、アーケインとシャドウを被ってほぼ同じ 起動をしてると思うんで、畳からね、見分けつかないかな。で、そういえばね、デスナイト以外でも影やればこうやってね、できるんだなっていうのを、ね、ちょっと思いまして、まあ、せっかくなんで使ってますね。あとファイヤーオブがあればなってちょっと思いはあるんですけど、オーブは確かこの3つだよね。揃えたいな。オーブってでも各キャラの1000倍特許なんで、アーケインもそうだよね。シャドウオブだけ違うのかな。どうなんだろう。シャドウオブがでもあれか、ネクロマンサーとかじゃ出ないのかな。それ次第によってちょっとね、キャラ変えればと思うけど、でもアーケインウィーバーじゃないとね、アーケンオブ出づらいと思うんで、結局こうなるのかなってことで。 まあ影こうやって入れると結構面白いんで、でもやられる、うわ、地獄。 やべやべ、2連続でやられてる。 まあそれはもう正直どうでもいいんですけど、やっぱね、こうビーム使ってて思うのは、やっぱデスナイトが一番使いやすいね、ビームは。危ねえ。まあ彼のだもんね。いや、これ出ないか。ちょっと一旦戻ろう。撤収。さあ、まあ破壊光線が出るよねと。オーブ系。まあまあまあ、ちょっと、もう一回行こう。ちなみにさっきので結構ね、限界感は 分かっちゃったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、影何出るか分かんないんで、何かプラスオーブで、アーケンオーブを考えると、まあ、次の攻撃でこういうね、ファイミサイルとか当たっちゃ意味ないんですけど、高火力のやつも欲しいよねっていう。なんかいいのないかな。このキャラで効果力がなかなか、アーケインビームとか、あれは一応含まれるかな。さあ、まずパパッとね、見ていって。影と炎は1個ずつ出てるか。来た来た来た。あと5個ずつね、把握していかないといけない。お、いいねいいね。魔法の範囲、オーブに範囲はあるのかな。より遠くまで届けばいいんですけど、オーブの周りに敵を 来させるイメージね。効果が2倍になる。まあそれいいや。この前でもやけどなんじゃないかな、つけどは。アーケンオブの無防備って多分裏についてるというか、表に出てないよね。じゃあビームかな。ファイアミサイルちょっと外したいですね。
ポイズンかな。消去法的な。まず簡単に出るとも限らないから、あ、炎は、なんかこの感じどうだろう。メテオはでも他もあるか。一旦ボイドいっとこう。似てるんでね。あ、なんかなさそうだな。何を残すんだ。あ、いいね。これ中立のやついくか。爆発。た、爆発はオーブにはないね。マジックミサイルかな。さあ、ザ・ボイドのエリートもね、吸い寄せてくれればいいんですけどね。遅くなるくらいは欲しいよね。ないかな。まずオーブが出るかどうか、そっから話です。ファイヤーオーブどうかな。もともとこいつ火があるはずだから、まあ、このスキルがあるからね。隕石とかいいんですよ、ファイヤーボルトとか。そこ以外に炎関係がね、ファイヤースラッシュとか出てこれば枠使っちゃってるから。どうしたもんかなと。あ、移動しよかったね今。こんなんならこのスピードでいけるかな。はい、当然いくらアーケンオーブだよと。アーケンオーブマルチ、オーブって結局マルチなんじゃないかなと。まあ、他も割とそうだけど、ザ・ボイドとりあえず上げとくか。消去法的な。オーブってこうやって考えるとなかなかないよね。二つだから、ファイヤーミサイル、ポイズンミサイルを変えるようなイメージで、出れば。ボイド行きましょう。こうやって考えると結構影もスキルがありますからね。ポイズンボルトが進化しましたね今ね。はい、痛い痛い痛い。まあ、ボイドは、単体でダメージじゃないので、あんまりアーケンオーブは関係ないか。すごいなってるな。雑魚終わるね。爆弾とか結構鬱陶しいから、その辺なんか引き寄せれないかな。まあ、6個あるからね。炎影6個6個増やしちゃってるから、そのままちゃんとあるんであれば、まあ、多分あるよね。クウェンか。まあ、とはいえ、例えば、パイロマンサーで神秘引いたときで同じ状況が起きるわけなんで、まあ、結局ね、いい状況とはならないよね。
ただ試したいだけなんだけど。ね。序盤からオーブを早くゲットする方法。例えばですけど、スタートの最初のピックで強制的に火が出るやつか影が出るやつを使って即座に1個引けるようにすれば、もう片方出るか分かんないけど1個目にすぐオーブ1個くるよねっていう現象かな。そうすれば出るかな。ザ・ボイドいいですね。エリートにはちょっと何も聞かないけど、あれ範囲とかどうなってるの、まあ、通ればね食らう的な感じはある。雑魚がそこに吸い寄せられていくの面白いな。さあこれねライトビームマジックミサイルなん でかつアーケインオーブなんで火ダメはすごいことになってますよね。あんま活かしてる感じはしないんだけど、これで 80% 増加する、受けるダメージが増加する、防御力が9減る、火ダメが4増える、まあ、弱性弱さ同じだからどういう計算か分かんないけど、でそこにアーキンオーブが来るわけでしょ。その他のがファイアーミサイルとポイズンボートなんでダメージはちょっとないんですけど、こうするかとりあえず早く変えとけばよかったね。まあ、こうなったらもうなんか違うような感じになっちゃうんですけど、3色ビームこのキャラで試してないけど、3色ビームアーケンオーブもなかなかね、ビームはダメージ出やすいから上がりやすいしね、45%で。アーケインビームずっと出るんで、でもアーケインビームアーケオブなら別にいつでもできるのか、なかなか悩ましいところですね。ネザーボイドまだまだでかくしたいな。あ、いいね。今回ボイドです。あのボイドのとこにこのね技をぶん投げる。多分敵にも体重の概念はあるのかもしれないけど、なんかダメージ上げたら強力な敵でもボイドになんか引っ張られるくらい欲しいよね。別にね転ばなくてもいいんだけど。さあ、よくわかんないまま終わります。最後にちょっとガチャしとこうか。なかったか。影全部見たかな。どうなんだろう。このまま行ってもいけそうなとこあるんだけど、まあ帰ろう。さあザ・ボイド低いな。ライブ上げたんですけどね、頑張って。すごい全部低い。アーケインビーム最後にいたやつがこんなんで12000あるんで